ピカントは韓国のキアが製造・販売している小型乗用車である。本国韓国ではモーニングの社名で販売されている。欧州市場では A セグメント、韓国市場では2008年から軽車のカテゴリーに属する。同社の小型乗用車、ビストの後継モデルとして登場。台湾ではユーロスターの社名で販売されている。 2008年1月にはビッグマイナーチェンジが行われた。これは韓国内での軽車基準が 800cc から 1000cc に緩和されるのに合わせたものであり、囲碁系自動車として扱われるようになった。これによって、それまで韓国内の軽自動車市場を独占していた GM ダイブマティスが韓国車として史上初の純粋な意味での値下げを断行したという。 マレーシア使用者は2006年11月、ナザによる現地生産及び同社ブランドでの販売に切り替えられた。その際に社名がピカントからスリアに変更されたが、2009年10月に投入されたフェイスリフト版では再びピカントに社名が戻された。2011年発表。約7年ぶりに全面改良されたピカントには3年4ヶ月の 開発期間と1800億ウォンの開発費が投じられた。ボディタイプは5ドアハッチバックに加えて、欧州向けには新たに3ドアハッチバックも設定された。外寸は、先代から全長とホイールベースが、それぞれ 60mm、15mm 大きくなった。プラットフォームは、レイヤー、ヒュンダイアイ10と共通である。エンジンは市場によって異なるが、 二種類のヒュンダイカッパエンジンがラインナップされ、ガソリン仕様のみならず LPG 仕様やバイフューエール仕様も用意される。2014年10月に三代目ピカントを2015年中に登場させると発表された。実際には2017年のジュネーブモーターショーにて発表された。本国である韓国市場では2017年1月4日に事前契約を開始し、 2017年1月17日に公式販売を開始した。エンジンは初期は76馬力の3気筒1.0ガソリン自然吸気エンジンのみが搭載されたが、その後100馬力の1.0ガソリンターボエンジン、1.0LPG エンジンがラインナップに追加された。変速機は基本型には手動変速機、中上イドリムでは4段自動変速機を採用している。 韓国内イバル社のシボレースパークより安い価格と豊富な仕様を武器に韓国の内需でスパークを圧倒する販売量を記録している。しかし韓国の衝突安全性評価で3等級を取得し、骨付き軽自動車というキア自動車側の説明は無意味なものとなった。そのためしばらくシボレースパークに個人販売部門限定で韓国系自動車、 販売1位を奪われたが、しばらくして、再び1位を取り戻した。韓国以外の市場では、外装をクロスオーバー風にした、P カント X ラインがラインナップされ、1.25リットルエンジンを搭載して販売される国もある。2020年5月12日、韓国市場にフェイスリフトモデルが発売された。モーニングアーバント名打っており、運転席に、 通風シートを有料オプションで含め、中央ディスプレイの大きさを8インチに拡大するなど、ドライバーの便利改善に重点を置いた。76馬力の1.0リットルのガソリンエンジンと4段、自動変速機の組み合わせだけを提供しており、ターボや LPG、マニュアルトランスミッションのモデルは、販売不振を尻目に提供されていない。今後、欧州で、 電気車モデルが発売されるという噂がある。ありがとうございます。